ね、あ、外行っていいよ。22度か。ちょうど過ごしやすい。過ごしやすいね。うん、風もあるし。そう。風があるから体感はもっと涼しいんじゃない？あれか。うん。カプセルを食べようじゃない。急に和風になっちゃったここが。盆栽、盆栽、急に盆栽始めるから。ずっと冬の間盆栽の。勉強してた。勉強したら YouTube みたいな。すぐできた。材料はいくらもあるから、うん、もうちょっと丁寧に綺麗に、うん、これ固定してくれよ、フラフラしてくれ、うんうん、あんまりたくさん作っても丁寧な感じなんだな。そうだね、うれしいなと作ってもそのところ置いてくれるから。分かるね、そこいい穴掘ってあるね。そこ掘ってたの？ここ掘ってたの？一生懸命。あそこまででかい穴掘ってあるのよ。すぐ入っちゃうわ。あれなんだ、ちょっと気になったところやるよね。うん。あれ看板つけてるんだ。ああ、ツツジね。うん、ソフトコートあっちね。うん、あとそっちか、この間植えたのは、うん、あやめがいっぱい咲いてる、そこ初めてだ。あ、黄色のも咲き出したから。ああ、あれ全部あやめなの。あやめだ。あれ山のあやめ、黄色の。あらあらいねえから。あらいねえ。ほら、これ咲いてるんよ。これ全部、あ、ほんとだ、ね、黄色初めてだよ、この黄色の咲いたの。これもう3年ぐらい前にもらってきて植えて。あ、そう。だいぶ株が良くなったけど、咲いたのは初めてだ。本当だ、黄色だ ね。かなり大きいね、背丈が。うん、これはそこの何つって同じでもらってきたの。よくあるよな、田んぼの土地やなんかも。そうか、あんまり意識して見てねえからわかんねえ。あ、みんな咲けば綺麗だ。うん、なんとなく林の中で暗いから。そうだね、綺麗なのは目立って綺麗だ。結構日陰になるね、この辺は ね、 ね、いいよな、ほら木陰で夏なんか、うん、ちょっとなんか置けば、うん、だからこういうステージをいくつか作ってくれるかな。そうだね、そういう平らなところ、こう平らのね、ステージがこの辺にいくつかあればね、うん、ところも一個作れるよね。そうだね、椅子そこに持ってきてる。だ、いっそのことあれをさ、なんかまあウッドデッキみたいな感じでさ、ぐーっとこうやってウッドデッキにして、あの、ま、周囲の方を、そうだね、花ネジなんて見ていくつか、そうそうすれば、そしてそっちも使いに来られる、気持ちいいかもしんない。まあ真夏はさすがにでもちょっと暑いからな、この時期だけだよ気持ちいいの。海は好きに走れるようにしていた感じ。あ、まあそれもそうだね、あんまり人工物にしちゃうとなんとなく全部下がっちゃう、うん、うちはほらそっち側が、うん、裏がもう崖だから、そこが家ができないからいいやね。いいね、うん、まあアランがいなきゃ静かだ。ああ、本当に静かだ。火が消えたよ。火があるからまた盆栽作ったと思ったけど、そんなに作ったってことなんだよ。ねえ、あ、ルンルンはいいとこ知ってるね、木の下で。アランがいなくて寂しいよ。すぐ来るよね。もうすぐ来るわ、アランは。はい、もうすぐ来るよ。もう帰ってくる。アラン、威張ってるって向こうだ。威張ってるって、うん、アランもそうか、賢者じゃ結構年上だから。一番年上で、もういい来は年。ああ、そっか。イーライはもう10歳だもんね。今一番男探し、一番威張ってるだよ。一番力も強いし、体も大きいから、アランは。威張ってんだ。ただな、なんとかっていう、
レオンベルガーと。あ、ベルガーね、ジン君ね。ジン君はショーに行ってるでしょ。あ、ジン君は多分ショーでしょ。ショーに行ってるはジン君とどっちが強いだから。ジン君の方がまさか強いでしょ。ジン君4歳ぐらいでしょ、だってまだ。だから別に強いだろうけど。だってジン君は60キロあるっつったじゃん、レオンベルガーは。まさかピレより一回り大きいから、うん、あ、なんかすっきりしたね、ここ。あ、ここ片付けたんだ、すっきりしたね、うん、盆栽コーナーいつの間にか盆栽コーナーになっちゃった。三角のあれは取れないといけなかったな、これ。あ、だからそれだと穴が開いてても意味がないってことか。水が、うん、抜けるために、うん、だからヤスリで削って、そうそう、これヤスリが来たらコントロール切らなきゃ、うん、鉢がこれだけやらこれだけ何か作っちゃうそうですこれだけ作っちゃうよ、鉢は。そうだ、今重ねてあるからいいけど全部横に並べなきゃいけない。これみんな向こうの家で昔やったやつ、うん、次から次へとやることがあるんだ草刈りやってねえからだよ。ああ、そうだね、草刈りやってると、まだ畑の草なんかすごいじゃん。あの、いいよ、来週から俺その畑とあっちの上のところは俺やるから。玉ねぎも取らないといけない。うん、だからとりあえず玉ねぎの周りのところの草刈り俺やるからいいよ。ボソボソだね、このバケツはみんなこれ捨てたと思ったアランが、ああ、かじったやつね、かじったやつね。会社の事務所も今緑がないからさ、うん、少しあの作ったやつ持ってって、うん、でもあれか、日光が当たんなきゃダメか。いや、大丈夫だよ、ね、こっちは2ヶ月、3ヶ月そうだね、ここの扉が通れないとちょっと不便になる。あ、でも二重になったんだね、今度扉。まあちゃんとそういうのもしないだけどね、うん、とりあえずこれを二重にしてさ、うん、これ使い分にしてあるから、うん、まあそんなにこう頻繁には出入りしないからね。これまあ、まあ、アランもそんなに脱走しようって常に試みてるわけじゃないから、うん、だからこれ来ればね、うん、向こうを見てるんだよ。ああ、そっか、小動物が出るから、うん、外を見てるんじゃないかな、うん、なんせ酷使が旺盛だから、いつも逃げるとそっち側行くからね、アランは。好奇心が多すぎだから、もうなんかあるじゃないかって。この松葉はやっぱりすごく強くて良かったんだよな、こういうとこ。あ、肥やしというか、うん、あの、鳴らすのに。抜かったりした時に、うん。オスは自然にみんなこう、強いだな。うん。あ、ルンルンは移動しちゃったじゃん、砂の方移動した。あー、すごいわ、ここ色変わっちゃってる、うん、ルンルン何睨んでんのどうしたの、ね、見えましたの、これがどんぐり、これ、うん、この葉っぱの広がるもんね。あ、どんぐりなんだ、うん、そっちは何ですか。これは松、松じゃない、これはカラマツなんだ、ここに1本。あ、カラマツなんだ、うん、苔の真ん中に出てくるんだよ。まあ苔はね、庭にいっぱいあるからね、うん、ここがいっぱいになっちゃった急にまあそうだね、つかなきゃ枯れちゃうから、うん、これなんか綺麗だよ、枯れはしないと思う、大体みんないいと思う、うん。